どうも。ロシアによるウクライナ侵攻に関してですね、SNS とかで陰謀論が、皆さん話し合われてますけども、それについてマロなりの、考察を今日お話したいなと思っております。まず大きく3つの点についてお話をさせていただくんですけど、まず1つ目、ウクライナの民間人が殺されたり、もしくはウクライナ人女性が性被害に遭ったりしていること、これはあるのかないのか、あるに決まってます。なんであるのかといったら、戦争というのは理性が破壊された世界の中で行われているものなので、通常の世界ではダメと言われることは全て容認される世界なんですね。これは件数とか人数とかはわかりませんよ。実際少ない人数かもしれないし、報道の通り多い人数かもしれません。でもあるはあるんです。一人でも被害に遭っている人が、もう一人でも殺されてしまった人がいるのであれば、これはあるんです。じゃあロシアのニュースでなんで、ロシアではやってませんよと、そんなことありえないと、捏造だと言われるのか。国としてそれをがありました、構いませんとは言えないわけです。ですからロシアのニュースでは当然否定されるわけです。まずそれが陰謀の前提条件になっているわけですね。でも実際はあります。これは断言できます。過去の歴史上、太平洋戦争しかり、ベトナム戦争しかり、朝鮮戦争しかり、全ての戦争においてやはりこういった被害というのはあります。もちろん太平洋戦争では日本が加害国でもありますし、日本が被害に遭ったケースもあります。ですからこういうことはないわけがないんです。あります。ですから皆さんあると思って、このニュースを見てください。次が、なんで停戦交渉がまとまらないのか。実はアメリカが陰謀で長引かせて、アメリカが一番儲かってるんじゃないのみたいな話が出てますけれども、この点についてはですね、当然戦争っていうのは世界最大のビジネスのマーケットなんです。ウクライナ、ロシア双方兵器を使って弾を使えば、当然それを補充しなければなりません。世界最大の軍事産業国というのはアメリカになります。特に NATO 西側、ウクライナ側に供給する最大の工場はアメリカということになりますから、アメリカが儲かるのは当たり前なんです。だからといってアメリカ政府がわざと長引かせるような、何か政策を取っているかというと、そうではないです。もうどの戦争でも必ずですね、アメリカの軍需産業が儲かるために戦争を起こしたんではないかというような陰謀とか、もしくは、そういうような噂、デマが必ず出るんですけれども、それはまあもちろんその中には真実としてアメリカが儲かるのは事実なんですね。ただじゃあアメリカ政府がそういうことをしているかというと、マロはそうは思いません。ただ歴史は歴史、歴史上こういうことはあります。ですから今の時点でじゃあなんでまとまらないのかと言われれば、もう単純な話です。今私どもが見ているニュースというのはウクライナ側のニュースを見てますから、当然ウクライナ側の被害というのが克明に報道されているわけです。でもロシアの兵隊はウクライナの兵隊に殺されているわけですね。もちろん加害者ですよ。ロシアは悪いのはプーチンですけども、兵隊は悪くないと僕は思っているので、そうするとその兵隊の遺族や家族はウクライナの兵隊に殺された、これ認めるわけにはいかないですよね。ですからそういった感情もありますから、そう簡単に停戦にロシア政府がはいそうですかと乗るわけにもいかないわけです。ましてロシアは NATO に非加盟、ウクライナが NATO に非加盟であること、ウクライナ軍が解体されること、東部2州が独立すること、クリミア半島が完全にロシアのものになることという状況を突きつけてますから、当然簡単に停戦交渉には応じない。じゃあウクライナはそれで構いませんとも言えない。だから停戦交渉がまとまらない、これが事実だと思います。続いてウクライナ側、ロシア側の戦果や被害が、まあニュースによって全く違いますよね。つい最近で言うと黒海艦隊の旗艦モスクワが、ウクライナのミサイルで沈没したとウクライナは報道してますし、ロシアはただの火災だと。これまあロシア側からすると単純に自分とこの軍艦がですね、ウクライナのミサイルで沈んだとは報道しないわけです。そんなことすれば当然反戦ムードが高まって、プーチン自身の基盤が揺らぐわけです。ですからロシアはそういう報道をしない。じゃあウクライナ側の報道が全て正しいかというと、ウクライナ側の報道も本当に正しいかどうかわかりません。なぜなら、勝った勝った、もうすぐロシアを撤退するって言わないと、
ウクライナ人が戦い続けるだけの、要は、意識というのを持っていけなくなるので、そこはある程度大きく、古代に話を作っている可能性もあります。で、私ども日本というのは西側のニュースしか見れませんので、基本的には。まあ、西側、ウクライナ側発信のものが正しいように思うかもしれませんけども、やはりそこはフラットな目で見ていただきたい。ただ決して陰謀や何か企てや企みがあって、ウクライナ侵攻が長引いているというわけではなくて、当然こういう風になってしまった以上、それぞれの国々の利害がありますから、簡単にはい終了ですねというわけにはいかないわけですね。だから戦争は鼻からしちゃいけないんです。マロはそう考えます。皆さん陰謀や何へ企てやそういった類の話に惑わされないように。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。